お越しの皆さんありがとうございます。ごさ歳です。本日は、ゆるキャン第3期、第3話を視聴していきたいと思います。よろしくお願いします。では、いきます。3、2、1、5。さあ、どうかないけてるかなうん。リンさんからか、卒業から始まるっていうのが、すごい、 やっぱこういう趣味だと、そうですね。まだ、そうね、初心者マーク。うん。さすがだなそういう時に、ちゃんと、まあ、おじいちゃんが偉大すぎるっていうのはありますけどね。ちょっとずれてるかな。これでどうかな。うん。まあ、バッチリしよう。多分ね。 あの、仏業から始まる感じが、こういう趣味の人たちの、そういう、なんか旅に出る直前の一番面だよなって感じすごくしますよね。じゃないとないっすもんね。あんな時間に動き出すことを、もぞもぞと。まあ、それもそうだし、やっぱりリンさんたちが経験を積んでいくということは、その、 ね、あとでそういうお母さんからの信頼感とか、まあ裏切らないようにっていう意味合いがあったのかどうかわかんないですけど、お母さんも慣れてきたし、ご自身も経験を積んでこられたはずなんですが、改めて慣れてきた頃だから、帰って危ないというおじいちゃんの教えを思い出されて、気を引き締め直されるっていう、さすがですね、シマリン様ぐらいになるとね、っていう本当に、 で今回どこ行かれるんですかもう、あやちゃんさんとなでしこさんと合流されてですかその前にどっか寄られてかなだいぶ早いですよね。ななんんんんかこんな時間にあやちゃんさんが動き あのー、かん、考える時の時間感覚が、3時半にもう出発だから、もう2時ぐらいに起きられてる、多いが、ああ、そうか。そうなのああ、そう、さっきおっしゃられえ、あの、オープニングの吊り橋ってやっぱりあれなのわかんないけど。 3時半に出発ってことは2時ぐらいに起きられて、それで、あやちゃんさんと合流、するまでに、あんな、8時に <laughs>、なんで全員、それ、どうやってたまたま全員繋がってただけ一緒にいないですよね。いややっぱこの辺だろうな そのキャンプを重ねてる間に、その辺の感覚って変わってま、まあ、そゃそうだよな。私、こういう趣味を一切やってないこともないけど、ごくうっすらですからね。あ、背景ね。よく言われる。まあ、こうやってやっぱりじーっと見てれば、なんとなくシーズン2との違い、見えるような気もしますけどね。1期、2期もすごかったですからね、背景は。 そうなんだあそうなんだでもそうなるんじゃないですか山を下りたり登ったりするからでもしヘアピン坂だらけにならなかったら大変でしょう勾配がでも勾配が高くなるとね勾配って高くなるって言うんでしたっけ勾配が急になると現茶では厳しいでしょうしその辺はあーちゃんさんのあのでっかいバイクっすね えー、合流までは、下手すといちいちやう。はい。うん。全然地理わかんないわ。この辺の。あじゃあ、どの辺ならわかんなっつったら地元しかわかんないですけどね。おあとは大きい。はい。何例の、はい。なぜですか何をしにですかどうやって行かれたんですか 温泉やっぱもう早速出てくるのかあー釣り橋って、まあ大丈夫でしょうけど、ぎゅうぎゅうに詰めたって怖いっすよね。タラでさえ釣ってる橋なの。あ、週カフェ。ああ。そうっすね。それはあるかもしんない。注意点だっ。注意点だっけ。<laughs> なんでなんですか なんでなんすか注意点だけ教えてください。例のハンバーグっすかでし、多分。あ、知らんかった。あんなもん。あそんならあるんだ。なでしこさん大丈夫すか結構複雑。それなんですよ。何ハンバーグなんなんか、よっ。 なんで通じるんだよ、あのハンバーグで俺たち何もわかんないのに。うん、全然わかんねえわ。浜、浜松に特有のハンバーグつったらうなぎしか、ごめんなさい。うなぎしか思いつかないんですよ。私ぐらいの。はどうしたんですかなんでちょっとボケーとしてんの卵ってああいうのがあるんですね。あー だから慎重にそろそろまあ、それこそ前科の引きずるわけじゃないですけどそろ,そろ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 持っていくんじゃなくてまあそれだってね乱暴にはできないでしょうけどああやって保護するやつがあるんだな卵を持ってくなら持ってくでキャンプ場に行ってオムライス作るなんてできんのっていう結構まあ火加減からだからな難しいのはどこからっつったらもうそこから難しいから。 その中で、だってテーブルがないからな。私、台所があっての前提だから料理つったって、キャンプでオムライスちょっと考えたくないな。まあ食材を全部切っていくんでしょうけどね。切って混ぜてできるものは全部。サンドはなかなかっすね。はい。あれはわかんないですけど字幕は セルシウスですかねファラレンハイてですかねっていうね。これよくあるんですよね。アニメの中で何度って、セシで出てると、どっちで訳すかは結構作品によって割れたりとか。ダブとサブでは、つく字幕が違う。どうしたんですかマ満身創痍なんであやちゃんさんの方はあやちゃんさんの方で大変な、大変な長距離だったってことですか ああ、ヘアピンの苦労をしてきた我々と与え、おーおぉ、こわ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 、直進は、100cc。ちょ、<laughs> す、すごいことを乗っけから言ってくるな。直進は直進で大変か。ねえ、単調にも程があるだろうから眠くなりそうだし、下手すと。 なんか変なその脳のスイッチ入ったらみんな言うんだなそれ多分うんよっぽどかそんなえ知らなかったわカワネ茶センズ知らないなセンズほうどうやって出た何なんだそれよほどえちょっとリンさん気にならないですか何のハンバーグか まあ、あとでわかるからか。それが、なんかあるんじゃないそういうハンバーグなのおー、わからん。はい。えマジですごいな、信じらんない。ちょっと、私とか、 は、もう、なでしこさんの、あの、とにかく、片っ端から目に入ったものを食らい尽くす、あの行動と修正に慣れてるから、夕飯をお祝するために、お昼我慢するなんていう発想が信じらんない。はい。えそのさらに奥地に何かの、はい。自家用車で行けないような奥地に湖、はい。 え、なん、いや、もう、休んだから、大丈夫なんでしょうけど、え、なんか大変なんですか剣道ってなんか大変なのわからその辺も、はい。何が、そうですけど、はい。はー。なんで釣り橋ばっかりなんですかねあのー、なんていうの、橋脚のある掛け場、あ、 そらあれか。川があるからに決まってるか。はい。なんで吊り橋がこんなに多いんだろう。資材の運搬が、ああいう架け橋、橋桁のある橋だと大変だからかな。大変な割には、その地震とかにね、吊り橋よりは弱いでしょうからね、ああいう橋脚の。うん。 へえ、そういうことになるんだ。こういう場所だと、立地だと。吊り橋ばかりに、お何のハンドサインですかあれは。止まれてですか吊り橋ばかりが並ぶ地勢っていうのが存在し得るっていうのはな、へえ、まあそれは考え、えあれがどこに繋がってんのはい。 釣り橋の国かそらそうだわ。まさしくだ。はい。どうしたんですかあやちゃんさんいや、あやちゃんさんあ、はい。<laughs> そうなんだ。まあ、はい。釣り橋ばっかりこんなにある場所があるっていうのはすごい。全然知らなかった。うーん。釣り橋ってなんて言うんですかね、英語で。 えなんだはい。わかんないわ。つり橋。ハングドブリッジ。ハンギングブリッジ。まあ、知ればすごいなって、なりますけど。<laughs> すごい、もう今ならみんなわかる。マジこれ これマジえそんなことあんの人慣れ、あんな人慣れしたタヌキとすれ違うことあんのこの辺って。そっか。人間だけじゃないんだ。じゃあ鹿とか通るんじゃん。えあんなことあるんすかびっくりした。なんか、えっていう、んそういうキャラかなみたいな。<laughs> ファンタジー色強すぎんだろう急にっていうね普通だってある人は別に関係ない通りすがりのんどっちでも見れるってどういうことやっぱ横断するってことわかんない全然わかんないまぜはっそれ何あ動画がだからかはいへえ はい。えちょっと待って。はい。帰ってくるどこへだよ。どこへ帰るんだよ。これから出かけ、出かけるところだぜ。どうやってあ、夕方に合流なの。うん。全然、これは意外だな。あのリンさんがね、一人じゃないキャンプに行くっていう視点で、なかなか。 珍しいというか少ないんじゃないかっていう感じの相手があやちゃんさんで逆になでしこさんの方が一人っていうね。両方と友達のなでしこさんが一人。へあんなにいつもみんなと一緒にワイワイ。<laughs> 大物っぽいね。釣りかな釣り橋だけに。あ、はあ。揺れない方が助かるでしょ。シマリンさん、え、何何がおかしいの ああ、そういうことなえうん。なんかあるんじゃないの言われ。え <laughs> へいや、そゃそうでしょうね。拙奏はい。ああいう、はい。やっぱり、橋、桁を建てられる場所が少ないから、少なくともできるのは釣り場、はい。い。 4つ ?8 ついやほんとにまあでもそゃそうかもしれないけどそゃ便利でしょうけどねかいや背景すごいっすよこれ感じは違うかもしれないけどすごいっすよこの背景うんわざとなのってこと揺れに耐えるためとかじゃなくてはっ <laughs> シマリンさん、ちょっと今の翻訳どうするかね。わかんないわ。ちょっとそれは字幕を楽しみにしとくとして。なんでラブロマンスがあんなに出てくるんですかなんかあんのかなと思ったんですよ。その、ここに来ると末永く幸せに過ごせるみたいな。細かいあのクラックの感じとか。ね。でも濡れてる感じがすごい。うん。 あんな隙間だらけっぽく見えんのに水たまるんだいやいけるでしょ別に余裕でしょわかんないけどそのぐらいの靴履かれてるんじゃないですか、えー、橋だらけだなしぶき橋知らないあこれはこうやって作ってんだねうん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 ああやってシリーズものなんだなたまたまできてってやつ並んだやつでしたっけ並んだんじゃなくて なんか、そういう、うん。そうっすね。普通だな。ね。危ないのあ、すごい勾配ね。あー、え嘘これ階段なってんじゃん。吊り橋な。ねえ。ちょっとあのー、ソリはさすがに危ないとしても、え 吊り橋なんじゃないのこの、この部分も。あ、そう、へぇ、か、ちょっと、風ねに思い出すんだよな。なんかあのぐらいの段の、吊り橋なのに階段なってると思った。わかんないね。なんだろうね、これ。うわ。 すごい、あんな、なんか、シマリンさんがやっぱ影響なんかななんか、あのシマリン、えあ、そうなのあのシマリンさんがすごい、なんか、ね、陽気味見てきてますよね。やっぱし、とか言ってみたりして。字幕になるわ。いやー、な、なでしこさんが、1、2話ときて、3話で、 余裕っしょあっそうへえまあ急がないし <laughs> 出たやっぱりなこっちは夕ご飯のへえ <laughs> ほらねまあこれに慣れすぎてからだろうななるほどえコロッケは何に見立てられてるんですかえじゃあ そうなんだ、知らんかった。あの、ダムカレーっていうのは聞いたことありますけど、じゃあわかんないじゃん、どんな味か。ダムがあるところにはダムカレーっていうのが、自然、自然発生かわかんないけど、まあ、発想が伝播していって、うん、まあ、そら、こういうダムカレーなんですかいや、知らんかったわ、私。そういうのがあるっていうのは聞いたことはありましたけど、ダムがあるところ、 ダムカレーあり、みたいなことなんだ。うーん、うん、どうしたんですかね、これ慣れすぎてから、さっきのはびっくりだ。はい、突然のじゃないんですよ、あんた。それは観光したから、もうそんなもん、そんなもんだらけでしょ。そこら中もう、地雷原ならぬ、地元名産原だぞ、ここは。これ、これまでいろんなとこ行って、 こうやっていろんな食べ物の香りに釣られて、目についたものを手当たり次第に食らい尽くしてきたあなたなんだから、もう分かりそうなもんじゃないですか。駅前はやばいとかさ、誰なのかわかんないですけど、商店街はやばいとかさ、わかんじゃんだって。観光地でもさ、やばいところは。ははははは。本命までに相当食べてるからね。さすがですね。あ,あ、やっぱあれ、 は,実在するはいはいボートん古城駅はいやっぱ食べ物の作画は3期もえあのベーコンはなんなんすかはいダムがクズはい結界って言わないところがねちょっと気を使われたんかなっていうね うん。ダム破壊は国際法違反だから、とかね。放水という表現になるほど。なるほど、なるほど。無難だわ。そうしていきましょう。はい。抹茶ソフトとどういう違いがあるのかが、ぐらいが。抹茶ソフトじゃん、それ。うん。抹茶ソフトじゃん。なんか、カワネジャソフトならではのなんか、ないんかな。わかんないけど。 あのう抹茶ソフトに川根茶独特の風味が追加えちょっはいはいえだって鉄道へえよくしおおレトロだな確かにえだってさ電車関西弁だ 電車だから、線路の幅決まってるから、小さいっていうのは、あの、狂気でしたっけ狭いとかそういうことではなく、車両が背が低いとか、で、小さく見えるとか。はい。あの二人、どこだどっからだ どっからこんなところまで来られたんだ明らかに関西だから、すごいところからおいでになったけど、なぜここなんだわかんない。そんな有名な観光地なんですかキャンパーですかハイカーですかそれとも写真家あー、やられますね一瞬しか出てこない 3D モデル。うん。まあ、そんなに複雑なモデルではなかったし、 多分はいや2話も早かったけどマジ1個のモデルをアレとかで繰り返しにしてしまえばいいんですけど1話2話でも出てきましたけどやっぱこういう技術の端々に。 スタジオが変わったのでその辺のノウハウというか慣れた手法の違いも感じられますけどいや早かったなあねあの2人どこからなんですかね土管祭お,おそらく土管祭からあやっぱここすごいなこんなところまで来られるっていうことはよっぽどなんかあるんでしょう そんなに私は、まあ私の知識がないんで、もうそういう皆さんの間では有名な場所なのかもしれないんですけど、全然存じ上げなラスす。釣り橋の国があるなんてね、だし、根川ソフトそういう名産も初めて来きましたし、それでも全国に名を轟かせるような何かが、だから鉄道関連のね、 趣味の方々の可能性ありますよね。キャンパー、ハイカー、鉄道関係の趣味の、何つかそれ。二人揃ってその顔されるとはね、まさか信じらんないな一気に二期の時から地獄のデスロードは、一気に二期の時から想像もつかないですよね。ねやっぱり振り返ってみても、 あの凛さんが誰かとしかもそうなでしこさんとではなく出かけられてるしそれがあやちゃんさんででなでしこさんは1人旅されててで出会われた2人となんかあるんでしょうねっていうねところもあるんですけど知らないことたくさんあるな もう、キャンプとか、そういう、どっか出かける先、観光地とか、名産、名所とか、我々、一期、二期で散々教わって叩き込まれて、もう、気分はベテランぐらいでも <laughs> そこまで思い上がったやつはお前だけだよっていう話かもしれないですけど、一、二、三話と、本当に立て続けにね、そういう場所の知らない、知らない場所がたくさん出てきて、で、 そういう知らない場所でそういうものが名産なんだとか、名所なんだとか、名物なんだとかっていうのを、まだ新たに1話丸々、ひっきりなしに学び続けていくっていう <laughs>、なんだこのさっき、っていうね、感じの今回でございましたが、この旅がまだ次回に引くし、なんならもう1話ぐらい。だから、あ、もう3話かっていうね、結構早い感じしますね。4、5、6とこの旅。 まさかかかそんなないい次回か次々回まで下手したら続きそうなぐらいのこの意外と大きな旅になるっていう予感がする今回ですしまだだってね昼ですからねこの後そのキャンパーにとっては本番のどこをキャンプ地とするの下りがあってで実際にキャンプテントを建てるでそのためにわざわざ広川を抜いてきたというでまだ あのハンバーグの正体がわからないっていう段階ですもんね。まだ夕方にすら、やっと夕方かぐらいの感じで次回に引きましたから、次回まる1話使って少なくとも大井川ね。そう、だから前回で楽しみにされてたコズミックペンギン先輩とかが大井川に行かれたことはあってっていう、その源流に私が行かなかった。で、その、 まあそれはね今回出てこなかったんで次回それを多分一緒に我々も視聴しますしコズミックペンギン先輩もご覧になるんでしょうとか今回第3話でどういうものが出てくるっていうことを楽しみにされてた方々がねいらっしゃるんでその感想をこの後拝見していくんですけどまあとりあえず意外と長くなりそうなこの旅でハンバーグの 正体は次回までまたさらに引かれるという今回でございましたがとりあえず、えー、第3話今回はこんなとこですかねそんな感じでゆるキャン第3期第3話見ていきましたお付き合いいただいた皆さんありがとうございましたまた次回でお会いしたいと思いますそれではまた